まずこのように診療台の上に横になっていただいて、足の先を持ちます。そして膝がターゲット、治療の対象となりますので、膝を軽く持って、で硬い膝下を回す、こういう動作を回ひねり機の基本動作と言います。でこの方の場合、左が正常で右が不調の方です。でまず正常の方をチェックするというのがルールです。でその前に左右の足の、およその外観を見ておいて、そもそもそこに左右差とか偏りがあるかどうかを、見たいと思います。この方の場合、かかとの位置を比べてみると、少し左が長い、逆に言うと右が少し短いという、左右差があります。それから、ふくらはぎの、太さで見ると、左のふくらはぎの方が、よく発達していらっしゃいますので、もともとあった左右差かもしれませんし、その膝の出来事で、少し左右差が、できたのかもしれません。それから、もう一つはこの基本の回ひねり機動作をしますと、この足首の、動き、それから足の裏の形によって、どちらの足が体重を支えるのにふさわしい足であったかということを判断することができます。で、一般には足首がよく回る方の足が軸足であることが多いです。それからもう一つは足の裏の形からすると、この外側、外側にこう足返しがしやすい方が軸足であることが多いです。で、以上を総合すると、この方の場合は左がもともとの軸足でよく発達していて、足首も、左の足首の方がよく動いて、で足の発達もそれにふさわしく発達している、そういうことが外観上の観察から分かります。で、一般には軸足の方が足が少し小さく、そうでない方が足が少し大きい、これが一般論で、この方の場合もそれに当てはまっています。でまず腱側の方の回ひねき療法を簡単にやって、膝のこう回りやすさを評価します。どれぐらいの抵抗で膝が回りますか。この方はとてもよく回りますので、左の膝に関しては問題がありません。足首に関しても、よく回ります。で、ただどなたでもそうですけども、この外返しと言いますが、外側の方に折れ曲がらせる、この動きに関しては若干の抵抗がありますから、ここはよく回るようにしてあげることが望ましいです。で次に、この腱側、調子が良い方の、股関節と膝との関わりを見るために、こういう動きをします。膝は支えないで、膝下を回すということをしたときに、この股関節と、骨盤がどのようにそれを受け入れるかということを見ます。一般にはここに股関節がありますが、ここがどれぐらい上下運動をするかということによって、この、大腿の四頭筋の、硬さであるとか、股関節の硬さ、膝との、整合性がどれぐらいかということを見ます。この方の場合はこのように回した場合に、股関節は回る、動く範囲はとても小さいです。ですからもともとこの方の股関節は問題がなくって、左の下半身に関しては、いい状態であった。で現在もいい状態であるということが分かります。そこをもう少し細かく見ようと思うと、この股関節のところに拳を当てて、その上でこれを回しますと、股関節面が、私はクランク運動と呼んでるんですけれども、硬いの回転につれて上下運動します。でその上下運動をこの押した拳で感じ取ることができます。で、腰が悪い人の場合は、この上下運動を実現するような、この股関節の周囲の筋肉に疲労があったり、硬さがあったり、痛さがあったりしますが、この方の場合はとても良い状態です。ですから、もともとこの方は先ほどお話を聞いたところ、スポーツ選手としてかなり頑張られた経歴があるようですけれども、運動系に関してはとても良い状態だったということが評価できます。でその上で右の方はどうでしょうか。こう見てみますね。まず何気なく見ると、右の方が少しこう開いていることが分かります。このかかとの状態ですけれども、ですから、こちらが軸足であって、右の方は添え足と言いますが、添え足になる傾向があるので、この分股関節のこの、柔らかさ、柔軟度はですね、右の方が広いということが分かります。こう外に、これは内旋ですけれども、股関節がこう柔軟度がこういう形であるということですね。
これがまず外観上の特徴で、したがってよく陽動性がある、揺れるということも言えると思います。で、基本の操作に入りますが、まず膝をカバーするように手で当てて、そして足の前半分、この指に近い方をしっかりと把握します。こうしておいて、この足首の